今日はパーフェクトの日ということで、皆さんは誰にも負けないことはありますか？私が誰にも負けないこと、ちょっと考えてみたんですけど、難しいなと思いつつ、私妹がいるんですよね。で、年が5歳離れてて、結構年が離れてるので、私はもう妹が生まれた時からこの子はもう私が守らなきゃみたいな感じでずっと思ってるんですよ。もう今は18歳になってて、もう成人の年ではあるんですけれども、もう私の中ではいつまでも小さな子供のような存在なので、姉心ですかね。私は妹への姉心は誰にも負けないと思います。はい、5歳離れてるんですよ。なので妹とこう道路を歩くとき、歩道を歩くときとかも絶対私が車道側を歩きたいんですよもし妹に何かあったらって思うと、もう本当に気が気じゃなくって、もうすぐ妹が大学生になるんですけど、もしなんだか変な勧誘受けちゃったりとか、あとはなんかねえチャラい人に騙されちゃったりとかしたらどうしようと思ってもう私本当にそうなったらすぐお姉ちゃんに電話してっていつも言ってるんですけどそうですね、何でも相談してほしいんですけど、妹からすると、いやもうお姉ちゃんは私のことに本気になりすぎるからちょっともういいよみたいな感じなんですよ干渉しすぎるのも良くないのかもしれないですね。いやちょっとね、私の誰にも負けないことは妹への愛姉心なんですけれども、皆様の誰にも負けないことぜひ教えてくださいチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますちょっと赤い、なんか恥ずかしがってるみたいに見えますよね。ただ暑いだけです